バイバルされて大ヒットしてる往年のラブワールド。おーいえ、これ俺も知ってるよ。シャルテ・シャンハイ・セレナーデ。 Here we go!入ったら出れない名曲だよね。もう今日は終わりだけどリクエストどんどんちょうだいね。皆さんのお相手はゾンジハワード。おはよう、ナイスキュー。はい、おはよう。そう、ナイスキューね。いつも通り今日も寝起き一発ハイテンション。今日はね、横でね、マイワイフにね、寝てたから鼻の穴に塩から詰めてやったぜ。あは、こんにちは、おはよう、司会はコキです。よろしく。最近はね、巷でもナイスキューの認知度が高まってるみたいで、
寝起き一発、なんだらかんだらやってるやつが増えてるみたいとのディレクターカンさんの話。あは、本当かどうだか。うん。そんな連中の一人に話を聞いてるんで、ちょっと聞いてみよう。朝一発、OK。わあ、聞いてくれよ。俺のバディやよ。キューしてんだよ、キュー。ああ、わかるかよ。お前、母ちゃん、うそや、引っ込んでるよ、お前よ。わかるかよ。国旗わかる？俺、キューしてんだよ、キュー。だからよ、もうたまんね、こいつ、行っちゃってるね。でも俺、大好きよ。これ、意味わかれないやつ？大好きだよね、うん、ラジオのお前らも、前のお前らも、どん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 、どん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 、英会話教室通えよ。あは。みんなの国旗なんてみじんも持ってねえぜ。お、国旗だよ。まあね、俺の友達でもね、友達の、まあ友達の友達の友達の家の前でね、発煙筒焚いて、お、フィーバーやっちゃってるやつもいたけど、朝から寝起き一発ハイテンション。みんなもどんどん流行らせていこうぜ。OK、みんなの国旗でした。Thank you! おっと、ここで電話が繋がってるみたい。どよーん。早速呼んでみようか。はい、もしもし。もしもし。おっと、ちょっと可愛らしい声。女性かな？男だよ。おっと、たまらないね。さあ、今日は朝一で何やっちゃったのかな？もう朝からそんなね、もうラジオなんかね、聞いてんだけどさ。うんうん。他に楽しみなくてさ。ねえ、もう今日もね、朝から働いてさ、もう疲れて疲れてね、これから寝る。というか、やっぱいろんな人見るんだよね。これから寝る人もいるしね、これから起きる人もいるしね、これから仕事始める人もいるし、これからのことも、これから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 だよ。そうね、まあ、なんでもこれから。だから一発目のハイテンション取っても大丈夫。もうハイテンションしちゃってるな、俺大好きだよ。Thank you, OK。どんどんそういうのさ、大事にしていってよね。なんなんの Thank you, weather, やっほー。この番組はロンロンマークの虫ピンタイヤの提供でお送りします。せいせい、あはあ、どうもロンロンの天気、ロンロン天気、ウェザーハウマッチの時間です。ドライブ中のあなた、洗濯物を干そうとしてるあなた、気になるお天気教えとくよ。今日の天気は全世界的に晴れでしょう。だからいいじゃん、ハッピーじゃんね。あ、失礼しました。本日も明日も世界的に好天に恵まれるでしょう。では良い一日を。おっと、一つ言い忘れてた。正しいレース場やサーキット場、天気は変わりやすいって話、気をつけろよ、そこの君。ワン、ツー、スリー、フォー。みんなの明日をロンロロンロンロロン。ロンロンマークの虫ピンタイヤ EX、DX、GX、 3種類のラインナップで新登場。サイレスか、朝から脳みそフルバック、朝のミュージックの時間です。この番組では皆さんの走りの本能、芸能を刺激する音楽組み立て、パズルゲームです。完成させる音楽は一体どんなものなんでしょう。いよいよスタートです。 Presented by 毎日ごくごく Q Milk 飲料 Corporation。 それでは早速、キーワードならぬキーサウンドを一つずつ紹介していきましょう。サウンド1、ルラールラー、ピースピース。さあ、続けていきますよ。朝のミュージックサウンド、ヒントは一気に2つ紹介します。 Here we go。 サウンド2、ゲルゲルゲルガンガン、ゲルゲルゲルガンガン。サウンド3、ピタイピタイピピピタタイ。どうですか、湧いてきますか、込み上げてきますか。それではラストサウンドヒント、サウンド4 and 5、聞いてください。サウンド5、うんだら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 。サウンド4、ナイスキュー。さあ、すべてで揃いました。本日のサウンド
湧いてきましたか？わかった方はどんどん応募してくださいね。抽選で数名の方にカスタムチェロ Q EX31 ココア味を差し上げます。さあ、それでは番組の最後に正解を聞いてください。今日のお相手はカルシーペインチューでした。どうも。ロンロロン、ロロ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 ン。聞こえないように、止めないように、みんなの明日を、ロンロロン、ロンロロン。ロンロンマークの虫ピンタイヤ EXDXGX、3種類のラインナップで新登場。特ダネ Q、特ダネ Q、はい、特ダネ Q、情報。はい、コキーです。本日2度目の登場です。大好きな明太子情報を今日も届けちゃいます。本日の明太子相場は1万対325トイで、左利き相場は2354万対20万と、昨日より13万対40万の上げマン下げトイでした。今日の明太子はピリ辛ナスを電子レンジで3日間寝かせたりするとグーでしょう。さあ、今日も楽しい Q ライフを、バイ。この番組は理性と個性を足して割る Q5 生命の提供でお送りいたしました。飛び出せチョロ Q ミュージックアワー、今日もまた素敵な音楽をかけて皆さんドライブしてください。今日の曲はこちらです。Thank you.
はい、どうでしたどうでした、また明日もですね素敵な曲かけていきます、飛び出せチョロQミュージックアワー、明日もお楽しみ。ロックロック、もうすぐお昼。こんにちは、もうまだお昼の時間だね。ジョリー石田です。今日はもうどん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 曲紹介していっちゃうから、まあ、聞いてくれって感じなわけね。うん、じゃあ早速1曲目、俺の思い出の曲、出来損ないの埴輪、聞いてください。ごめんよ、みじんこ数えてた。OK、またね。
このロックロックもうすぐお昼、明日もあるんだこれが。うん、次回のリクエスト曲も期待しててね。ありがとう、ジョリー石田でした。ニュース Q の時間です。今日マロンキャニオン32番街でケリカの可愛い赤ちゃんが生まれました。可愛い鳴き声ですね。街中ではもう胃の一番で見に行こうと長蛇の列ができているようです。またパパイヤアイランドではお祭りシーズン真っ盛り、名物チョロパンが食べ頃になっています。ちょっと街の声を聞いてみましょう。キャラ、チョロパン、チョロパン待って、チョロパン。あ、どうやらチョロパンは生き物らしいですね。私も勉強不足でした。あ、ただいま入ってきましたニュースによりますと、明太子の相場がちょっと値上げになった模様です。1万体456トイ、午前中の相場よりも、111トイ、上げまん下げといということになった模様ですね。皆さん、十分にご注意ください。それでは午後のニュースでした。プレゼンテッドバイ毎日ごくごくキューンミルク飲料コーポレーション。続いてニュース Q スポーツの時間です。ボールを口で吸って相手ゴールまで持っていく Q ボール、ナショナルリーグでは大詰めの優勝争いになっている模様です。チームサンドボリスゲーロ、それからチーム富士シティ宮城の第20回戦の試合ですね。こちらが前半326対5と圧倒的にチーム富士シティ宮城がリードしていましたが、後半戦になりまして21対511、点数が逆転しました。サンドポリスゲーロが優位に試合を進めた模様です。そして最終回前半では3684対2万トンで415と大差がつけられた模様です。なおこの試合で優勝争いという劇的な、ね、試合だったために、怪我人が多数出た模様で、その怪我をした選手たちはですね、そのままパパイヤアイランドの、お祭りの方に行って、チョロパンを食べたということのようですね。大変に、試合だったということですね。以上です。聞こえないように止めないように、みんなの明日をロンロロンロンロロン。ロンロンマークの虫ピンタイヤ EXDXGX、 3種類のラインナップで新登場。午後のそのまま Q 音楽番組。はい、今日も世界中のいろんな曲を紹介していきたいと思います。まずはこの曲です。Thank you.
さあ、ゴンザレスの情報通の時間がやってまいりました。ちょっとね、落ち着いたトーンでこの番組いつもお届けしていますけども、今日もまたね、新しいホットな情報をお届けしちゃいます。まあ、私今ね、E 放送の第3スタジオにいるんですけれども、この部屋がまたね、結構綺麗なんですよ。ね、あのコーヒーとか何杯でもね、タダで出てきちゃう、まあお得な情報ですよね。まあこれは番組関係者しか関係ありませんけどね。さあ、それでは皆さんにね、とっても重要な、そしてホットな、そしてお得な情報をね、お届けしたいと思うんですが、この E 放送のこのね、第3スタジオを出て、突き当たりを左に曲がって、さらにその突き当たりを右に曲がったところのエレベーターを2階まで降りて、降りたところのですね、エスカレーターを 1回上に上がって、さらに下に降りたところの出口を出るとですね、すぐに正面に、っていうね、お店がね、あるんですけど、まあ、これお店の名前はちょっと言えないんですけども、ここがですね、まあホワイトマウンテンのね、あのホワイトマウンテンってあのね、まあ街皆さんご存知だと思うんですけども、あそこのね、あのまあちょっと可愛らしくてちょっとグレートスクなジンパイのね、あのジンパイの肉を、生でね食わせてもらえるっていうところでね、とっても美味しいお店なんですよ。で、まあ、どんな料理かっていうとですね、あのまあジンパイの肉にね、クリーミーソースをかけて、それを厚焼き卵でね、まあ覆っちゃって、その上にパセリを植林するという、まあゴージャスな、見るからにゴージャスなね料理なんですよ。まあ、これをね、ライスとパンとライスのセットでね、これがまたお得ね、今なら365万体でね、まあ、引き換えという形で、皆さん誰でも召し上がれるということなんですよ。ぜひね、皆さんも足を運んでください。あ、だけどね、これ予約絶対必要なんで、予約だけは忘れないでください。その時に、もちろん、ゴンザレスってね、必ず店長さんに伝えてくださいね。まあ、そんなことでね、こういう情報を皆さんからもね、どんどん、受け付けてますんで、ぜひどんどんお寄せください。お寄せいただいた方にはゴンザレス特製のウンマグカップを差し上げてます。それではまた来週、どうも。夕暮れミュージック、こんにちは、ソッキーです。ドライブ中の皆さん、夕暮れ時は一番事故を起こしやすい時間ですよ。車の調子の良い人も悪い人も、飛ばしすぎて事故を起こさないように気をつけて運転してね。トッキーからのお願いです。はい、改めまして、ヤッピー、トッキーだよ。今日はリクエストハガキが来ちゃってます。それを読んじゃいます。匿名熱望さん、女の子です。匿名熱望さんか、珍しいな。匿名希望さんっていうのはよく聞くけどね。はい、じゃあ読んじゃいます。ソッキーさん、こんにちは。はい、こんにちは。先日あった話を聞いてください。先日、私は 42.3 チョロの熱を出し寝込んでいました。あら、 42.3 チョロなんて大丈夫かね。熱が1週間ほど続き、意識が朦朧としていた頃、昔家で飼っていたヌーイーのパピちゃんが夢に出てきました。そしてパピちゃんは歌を歌ってくれました。次の日朝起きたら、今までの熱も嘘のようにすっかり良くなっていたのでびっくりしました。これもみんなパピちゃんのおかげかなって思っています。その時の曲をリクエストしたいと思うので、絶対かけてくださいね。そういうおはがきでした。では、匿名熱望さんからのリクエストです。聴いてください。どうぞ。
サースター、ふん、カレゾーの夕焼け、あんた言ってよ、ガッカ、えー、イエーイ、いい？いいよ。今日はですね、暑かったね、暑かった、まいっちゃってさ、もうね、もううちのお風呂もバンバンですよ、バン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 入っちゃって、もううちのおかんがね、うん、これ、うん、大変でしたよ、もう暑くて暑くてまいっちゃうね、本当にね、皆さんどうでしたか、今日は一日ね、じゃあ早速、うん、おはがきの方を、はいね、はい、書きましょう、書くんじゃなくて来たのを読まなあかんと、そうね、来たの読まないとね、うんうん、ああそうそうそう、うんうんうん、じゃ あまず1枚目の、はい、ピーチタウンの、はいはい、これね、はい、いただいてますけども、はいはい、こんにちは、あ、俺らこんにちは、こんにちは、あ、こんにちは、いつもねこのラジオ聞いてると、はいはい、いうことで、 ありがとうございます、ね、うん、頑張ってください、はい、以上ですね、ちょっと待ってそんだけちょっと待って、あの他に何でもないの、あのイラストがねこう書いてあるんです、うん、僕らのねキャラクターのこうブワーッとこうクレヨンでこうでっかく書いてあってね、だけど君たちもっとちゃんと聞きなさい、本当にね、ためになる番組、これが夕焼け、夕焼け、ごっこ合わないよまあもうじゃあ次2回目のね、はいはい、これまた同じくピーチタウン、はいはい、ね、はい、桃色ソックスさん、ソックスさん、うん、いやね、うん、これがねすごい悩み事です、ね、はい、悩み事、はい、聞きましょう、私はいつも桃色の靴下を履いてますと、はい、ね、あ、これがまたおかんが買ってくる靴下、自分で選べないから、うん、まあ、いつも桃色の靴下履いてるんだけども、うん、まあ、周りの友達から言ってたんですよ、ね、これどうしたらいいかって話ですけど、なるほど、黄色がりようがねえな、この先は、次行きます、一瞬一瞬ね、そっちはがきないですか、あ、僕の方はね、来てるんです、この間川に行きました、川に行きました川にははい、はい、桃が浮いてます、あ、桃ね、なるほど、さすがですね、ピーチタウンだけね、ピーチタウンだけね、桃が浮いてます、いっぱいね桃を取りに川へ入ると、川へ入ると落ちました分かり、分かったんだけど皮を舐めてはいけませんちえこちゃん言えてブランド皮舐めちゃったのか、そういうのがある、まあまあ気をつけてね、本当に気をつけていかないと、はい、ね、ね、あ、まあ、そういう皮長かったんでしょうね、なるほどね、まあ、皮は長い、まあ、ね、何でもまあ教訓ってことでね、ラジオ聞いてる皆さんも皮は舐めるなと、ね、まあ、教訓までを提供したらそれが夕焼けごまっこまいっちゃ、ね、俺30年やっても未だに合わないっていうねこれがしかもタイトルも忘れちゃって全然ごめんね、うちらこの仕事しかないんですよね、他に仕事の名前ってね、何もくれない、うん、どうなってんね、ねえ、ね、辛いですね、辛いですね、本当にね、ねえ、ね、どういう番組なんですかこれ、わからわかんない、それが夕焼けごっこまいっちゃうね、まあ、本当にね、なんかもうちょっとこうパーッとした話題ないですか、パーッとした話題ですか、そうさなあ、今度お祭りあるらしいですよ、お祭りピーチタウンで、あらららら、ら、いいですね、お祭り、もうなんかこうラテン系のカーニバル、フェスティバル、カーニバル、カーニバル、いやーもうちょっと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 ボヨヨンボヨヨンボヨヨン、いいですね、だからもう街はもうお祭り雰囲気で、あ、もう一色ですよ、一色、白と黒、あ、一色ですよ、一色三色じゃなくてドラドラかなんか言っちゃってまいっちゃいますねそれ ね、 ね、じゃあ、まあ、また明日ということで、明日ということで、明日はもっとね、はい、明日はもっとエキサイティングね、エキサイティングエキサイティングなねお届けしましょう、お届けしましょう、それじゃあまた、はい、明日夕焼けごっこでした
ジャージーフラットファイブの時間です。今日はですね、ゲストにですねソキさんをお迎えしましてですね、いろいろとちょっと話を先にちょっとしてみたいなと思うんですけども、先ほど、ラジオで DJ で喋ってくれたソキさんなんですけども、こんばんは。こんばんは。最近ちょっと寒い日とか暑い日とか、そうですね、体の具合はどうですか？私はもうバリバリ元気ですよ。あ、そうですか。はい。ソキさん普段どういう感じ のミュージックを聴かれるんですか？私は何でも聴いちゃいますね。例えば、何がいいかなっていう感じだけど、特にですね、10時を回って、もう夜遅くなってきたわけですけども、夜の曲っていうのはどういう、やっぱりアダルティーなおしゃれな曲とかあるじゃないですか、そういう曲にちょっとこれだっていう曲があればですね、それを今日はちょっと聴いてみたいというふうに思ってるんですけども、はい、なんかおすすめどうでしょう、ありますか？おすすめはですね、そうだな、私がまだ若かった頃って、今も若いんだけど、そうなんだけど、よーくうちの父親に聞かされてた曲とか、もうこの番組にぴったりな感じのジャージーな感じで、それ聞かされてたかな、それが一番おすすめかな。それはですね、ぜひじゃあ今日ちょっと聞いてみようということでですね、こういうもともと曲の名前聞いてるんですけど ねでもこの部屋でですね、もう曲流すようにセッティングしてあるんですけども、じゃあぜひ今日はちょっと聞いてください、この曲です。はい、どうぞ。夜っていうのはやっぱこういうスローな感じの曲が聴きたいわけですけども、ぴったりでしたね。ねえ、でそもそもですね、ラジオ放送、第2チャンネルなんですけども、終了の時間が迫ってきました。はい、で今日はですね、せっかく、ゲストにソッキーさん来ていただいてるわけですから、ぜひですね最後のちょっと終了のメッセージをですね、はい、お願いしたいと思います。はい、じゃあよろしくお願いします。はい、ラジオ放送第2チャンネル E 放送、本日の放送はこれで終了です。どうもありがとうございました。はい、ありがとうございました。